先日冬のボーナスをもらってきました。西中太。今から7年前、30歳の僕がもらった冬ボーナス額は126,382円。仲良くなった先輩にそれを伝えたら、20万は欲しかったよな、ごめんと、なぜか謝られたのを覚えています。12万しか払えないような会社でごめんな、という意味だったんでしょう。僕は惨めな気持ち。翌年2018年の冬ボーナス額は154,938円、増加率 22.6%。 この増加率が継続してほしいと思っていた2019年の冬ボーナス額は168,037円、増加率は 8.4%。 あ、やばいと思っていたけど、考えないようにしてた2020年の冬ボーナス額は168,581円、増加率はなんと 0.32%。 会社辞めようとしているのが伝わったのか、2021年の冬ボーナス額は186,555円、増加率は 10.6%。 ボーナスなんだから手取り月給より多く欲しいなと思っていた2022年の冬ボーナス額は20万飛んで272円、増加率は 7.3% だ。そして2023年12月の冬ボーナス額は209,306円、増加率は 4.5%、 平均増加率は 7.67%。 これをもとに計算すると、2024年に僕がもらえる冬ボーナス額は225,359円。今の僕の手取り月給が23万だから、2024年の冬ボーナスも手取り月給よりも多くもらえるってことはなさそうです。ハハハ。 Nice shot!